背番号29番竹根光介です。背番号28番江畑俊介です。今年もやってきました。今シーズンも引き続きホームタウンの皆様の、ご協力のもと、ホームタウン応援大使をさせていただくことになりました。イエーイ。いや、素晴らしいですね、本当に。改めまして、ホームタウン応援大使はですね、バンラーレ八戸の選手が、ホームタウン16市町村の応援大使として、市町村の魅力だったり、地域の活動だったりをね、PR していく活動となります。昨年から在籍している選手は、昨年のホームタウンで応援大使を継続し、新加入の選手は抽選会にて応援大使を決定しました。新加入の選手はどこの応援大使だったのか、抽選会の様子をぜひご覧ください。どうぞ行ってみよう。こんにちは、背番号13番ゴールキーパーの大西翔吾です。それでは引いていきたいと思います。ガチャガチャみたいな、これガチャガチャ。僕の担当は六ヶ所村です。六ヶ所村の魅力を発信できるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、背番号8番フォワードの宮本拓也です。それでは引いていきます。僕の担当は奥入瀬町です。奥入瀬町の魅力を発信できるよう頑張ります。奥入瀬町の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、背番号9番ミッドフィルダー姫野ゆりやです。それでは引いていきます。うまく開けていいですか。はい、大丈夫です。六ヶ所村、六ヶ所村の魅力を発信できるように頑張ります。六ヶ所村の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、背番号5番の、ディフェンダー稲田美大です。それでは引いていきます。上げていいか。はい、何だけないんですか。上げれる、大丈夫かな。六の兵マッチなりました。ホームタウンの魅力を発信できるように頑張ります。皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、背番号20番ディフェンダー井上光大です。それでは引いていきます。僕は横浜出身なので、横浜町を引きたいと思います。僕の担当は野辺地町です。ホームタウンの魅力を発信できるように頑張ります。皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、背番号4番のディフェンダー相葉瑞希です。それでは引いていきます。僕の担当は横浜町です。横浜町の魅力を発信できるように頑張ります。横浜町の皆さん、よろしくお願いします。こんにちは、背番号17番ミッドフィルダーの瀬戸直也です。いきます。僕の担当は東北町です。東北町の魅力を発信できるように頑張ります。お願いします。こんにちは、背番号15番フォワードの佐久間大地です。それでは引いていきます。僕の担当は田子町です。田子町の魅力を発信できるように頑張ります。田子町の皆さん、よろしくお願いします。
こんにちは、背番号1番ゴールキーパーの相澤 T さんこわみです。それでは聞いていきます。こうやってやるんですか。僕の担当は南部町です、南部町の魅力を発信できるように頑張ります。南部町の皆さんよろしくお願いします。こんにちは、背番号19番ディフェンダーの加藤慎太郎です。それでは聞いていきます。こんにちは。なんか乃木坂の歌とか歌ったらびっくりちゃうから。これ入っちゃってます。入るよね。僕の担当は三戸町です。三戸町の魅力を発信できるように頑張ります。三戸町の皆さんよろしくお願いします。こんにちは、背番号30番ミッドフィルダーの山内陸です。それでは聞いていきます。僕の担当は多古町です。タコ町の魅力を発信できるように頑張ります。タコ町の皆さんよろしくお願いします。こんにちは、背番号18番ディフェンダー津田春樹です。それでは聞いていきます。僕の担当は南部町です。南部町の皆様、魅力を発信していきたいと思ってます。よろしくお願いします。こんにちは、背番号3番、ディフェンダー長谷川祐介です。最後のくじ引いていきます。と僕の担当は三沢市に決まりました。選手全員でホームタウンの魅力を発信し盛り上げていけるように頑張ります。三沢市いっぱい組んでぜひ皆さん声かけてください。よろしくお願いします。